岩松正文です。身近な人の話をちゃんと聞きたいと思っている人のために、楽に話が聞けるようになる聞き方、傾聴の講座を開催したり、講師の育成をしている心理カウンセラーです。今回のテーマは、黙って聞けない人におすすめの練習法ということで、まずお知らせです。私、岩松正文が開催している傾聴の講座の体験ができる Zoom での体験会を毎月開催しています。概要欄にリンクがありますので、よかったらチェックをしてみてください。では、今回のテーマ、黙って聞けない人におすすめの練習法ということで、日頃から私が傾聴をお伝えするときは、黙って聞いてるだけじゃ傾聴にはなりませんよということをお伝えをしています。それは、外から見ると確かに黙って見えるような聞き方も、実はちゃんと傾聴しているときというのは、耳を一生懸命相手の気持ちを聞こうということに必死になってるんですね。ですので、口を挟んだりする暇がないわけです。その姿を外から見ると確かに黙っているように見えるんですが、黙ろうとして聞いているわけではないんです。一生懸命傾聴しようとすると、どうしても黙らざるを得なくなる。その本質をお伝えしたくて、そのような表現をしていますと、そういう話を普段からよくしてるんですが、先日ある方から、岩松さんがおっしゃることはごもっともですが、それいうレベルではないんですっていうふうに言われたんですね。その方のうちのご主人は、黙って聞いてってこちらからあらかじめ言っておいてから話し始めるにもかかわらず、本当にもう2分3分経たないうちにすぐに口を挟んでくるそうです。だから、そういう黙ってることすら全然できない人、あるいは無意識にすぐに反応して黙っていられなくなっちゃうようなタイプの人には、黙ってるだけが傾聴じゃないんですなんて言っても到底通じないでしょうという、そういう意味でおっしゃったんだと思うんですね。確かに言われてみると、私が普段お話しするのは、自ら傾聴を学ぼうという意思を強く持っている方がよくいらっしゃいます。ですので、そういう方に対しては、先ほど言ったように黙っていることが傾聴ではなくて、ちゃんと傾聴の耳の使い方をしていたら、黙っていざるを得なくなるってことをお伝えしていきたいとは思うんです。でも、先ほど私に投げかけてくださった方のように、もうそういう自分では意識がない、聞けてない、自覚もない、何が悪いのかわからない、こういうタイプの方に、黙ってても傾聴じゃないんですよって話は、確かにちょっとハードルが高いかなというふうに思い始めましたので、黙っていることも大事ですよっていうふうに表現してもいいのかななんて思ったりもしてます。でも、実は黙ることを目的にしてしまうと、余計黙れなくなってしまうっていうのが、これは脳の仕組み上分かっていることです。この音声やブログでもよくお話ししてるんですが、我慢すること、これを心理的抑圧というふうに言いますけれども、心理的抑圧されたものは、そこにどんどんエネルギーが溜まってって、最後は必ず脳が爆発して終わりになる。そして脳が爆発すると、それがリバウンドという状態なんですけども、余計に悪化していくっていうことが分かってるわけです。なので、黙って聞こう、黙って聞こうと思えば思うほど、どんどん黙って聞けなくなっていく。これもまた一つの心理なんですね。ですので、黙って聞くことっていうトレーニングもやってみてもいいんですが、その時はただね、黙って聞いてあげたら相手の人が話しやすかったでしょっていう、そういう表面的なレベルの話で終わらせるのではなくて、黙って聞いていた時のあなたの心の中で一体どんな言葉が思い浮かんできてたか、どんな事柄が思い浮かんできたでしょうかっていうことで、聞いてた人自身の内面に焦点化をした、そういうワークを取り入れていくといいんじゃないかなと思ってます。そうすると、人の心って、人の話聞きながらよく動くんですけども、その動き方っていうのは大きく2種類に分かれてて、一つはいわゆる同感とか同調的な自分の経験や知識を元にしたような動き方、これもありますし、あとはその方の話に純粋に心が動かされて共感するような心の動き方、こういうものもありえます。それをただ単に押し込めましょう、我慢しましょうというのではなくてですね、自分の心の中にあったものをちゃんと言語化して理解をしていく、文字に書き出してみてもいいですし、文字に書き出したものを、例えばそこにいるメンバー皆さんでシェアしていくような時間もとってもいいかもしれませんが、とにかく自分の心を粗末にしないってことですね。
押し込めたり無視したりするんじゃなくて、心は自分の心も相手の心も理解してあげるべきものだと私は思うんですね。ですので自分の心の中にあったものをちゃんと後からでもいいから言葉にして理解をしてあげる。そうするとですね、自分が自分の心を分かってあげた分だけ、この抑圧されたという感覚がなくなっていって、だんだんですね、人の話を聞きながら、メタ認知っていう言い方がいいのかもしれませんけれども、客観的に自分を見る自分っていうのが育っていって、何もね、今この瞬間自分の感情を吐露しなくても、相手の話をちゃんと聞き切っていこうという、そういう姿勢ができていくはずだと思います。なので私も今までそういうワークっていうのは特別講座の中に入れてこなかったんですけれども、これからはワークやるとき、研修とかやるときにですね、そういう黙ってみてね、自分の心の声を聞いていくという本質的な黙っているトレーニングっていうのはやっていきたいかなというふうに思ってます。今回のお話は参考になったでしょうか。ではまた次の収録でお耳にかかりましょう。